はい、千葉正介です。よろしくお願いします。します。あ、もういいの？はい。こんにちは。今回はのお話はここ2年ほどもこう世界中のコロナで大変でした。ギリシャ神話の中にも疫病の話ありますけれども、医者の神様、お医者さんですね、その神様の話をしたいと思います。ここにありますのが私がごく最近書いた女神様、シュニエイヤ、言いにくいんですがシュニエイヤという健康の神様、薬の神様、衛生の神様、そういう女神様です。クリムトなんかも書いてる女神様ですが、もしあれでしたらちょっと調べてみてください。クリムトとは全然違いです。それでこのシュニエイヤがどういう女神様かというと、アポロンが医療の神様です。その息子アスクリピオス、有名な医者の神様。先に言っちゃいますけども、このアスクリピオス、あ、その前、ここ後で編集してね。で先にこっち話しますわな。このヒゲや神話の中ではお話あんまりないんです。というのも有名なのはお父さんがアスクリピオスという医者の神様です。アスクレピオスとそのランペティアっていう女性がいる、女神様がいるんですが、その間に生まれた長女、お姉さんがこのヒゲや以下6人とも8人とも12人とも言われてます。この子供たちがほとんど医者の神様だと思うんですよ。思うんですよっていう言い方おかしいですけども、まあおそらく神様って言っていいんでしょうね。トロイア戦争がギリシャ神話では有名な話があるんです。この子供たちがトロイア戦争で活躍していろいろ直したり生かしたりなんかしたわけです。ワイングラスみたいなの持ってますけど、ここの中におそらく薬かなんかが入ってるんでしょうね。蛇が絡まってます。この蛇というのは医療のシンボルです。再生、ということでかなりヨーロッパ圏では重要視されています。これ杯って言いましょうね。杯に蛇が絡んでいる、これは薬屋さんのシンボルになってます。ヨーロッパ圏、これがヒゲエイヤの杯と言います。さっき言いましたように、このヒゲエイヤ、言ってないか、アスクレピオス持ってる杖があるんですが、その杖にも蛇が絡んでます。これ WHO の何ですか、名前忘れちゃったけども、あれがよくテレビに出てきますけども、そのバックに世界地図に月桂樹ですかね、絡んで、その中に、杖に蛇が絡んだマークがあります。WHO のシンボルになってます。アポロンも医療の神様です。アスクレピオスはアポロンと人間の女性の間に生まれたんですが、生まれた時にもう母親が死んじゃって、その子供を誰に預けたかというと、ケンタウロスのケイロン、下半身が馬で上半身が人間という、このケンタウロスはアポロンが武道、芸術、医術をこのケイロンに教えたことになってます。このアスクレピオスが教育された、ほんで有名な医者の神様になります。でどのぐらい喋った、まだまだ5分ぐらい来てるんだけど、ほんで、ちょっと、止めてっていうか、それが重要。アスクリピオスも、そんなにないんですが、ちょこちょこっとこう話があるんですが、そのアスクリピオスのお話をしますと、そのどの話をしようかな。アスクレピオスに弟子がおりまして、ピオンという弟子がいるんですが、このピオンなかなか最初は芽が出なかったんですが、ある時女神様は誰かというとレトーといって、アポロンとアルテミスのお母さんです。そのレトー女神様に会います。
ほんでそこで自分のなかなか 目が出ない、本当はお医者さんになりたいんです。レトーがここで教えてあげます。実はね、私ね、アポロンとアルテミスを産むとき難産だったのよ。いろいろ探したところ、その芍薬、花の芍薬、ここに言いますと これが芍薬なんですが、ついでにこれ消しです。かしも、あの芍薬の根っこを煎じて飲むと薬になるんです。これと女神様が難産した時に、この芍薬の根っこを煎じて飲んだら安産だったと。芍薬を探しなさい、根っこを煎じて飲めばいい薬ができますよって、そのピオンに教えます。世界中を回って芍薬をめっけて根っこを煎じて、薬を作ります。出来上がった薬で人間を助けるわけですね。助けたおかげさんで先生であるアスクレピオスよりも有名になってしまう。なんで怒ったのがアスクレピオス、俺よりもお前の弟子の方が有名になって、まあ悔しいじゃ悔しいんだよ、ね、ほんで殺しちゃうんですよ。まあね、その死んだピオンの花を咲かせて、その花のが芍薬の、でこの芍薬の名前がピオンという芍薬の名前。ピオンが苦労して新しい薬を作った、開拓をしたということで、パイオニア、ピオンというのをギリシャ語で、ピオンを英語読みにするパイオンになります。ほんでこのパイオンを返事で開拓者、新しいことをめっけた人間のことをパイオニアという、話もあります。もうそろそろいいかな。はい、ありがとうございます。見えないように、俺はマサスケ千葉にしてるんだけど、これ名前を先に行きますよ。なんだっけ、ほら、先生ってあれなんですよね、お名前だとギリシャ語とかってすぐ書けるんですよ。書いてほしいです。名前書いてもらっていいですか。これ名前。そうやってない程度。この子何言ってんのかなと思って。もう今から始めて。じゃあもう一回行きますよ。先生ってもう一回行きますよ。はいよ。行きますよ。お名前言ったらギリシャ語でスラスラ書いてくれるんですよ。すごい。サラサラは書けないけど。ちょっと引っかかり引っかかりは書く。マヨです。ワイがこれで、これがワイですか。これあのガンマです。ガンマ、要するに G ですね、英語で言えば。ワイっていうのがないんですよ、ギリシャ語に。ギア。ギアじゃなくてギア。ギア。まあギア。まあギアじゃなくて、まあギア。なんか前ナイキのお話してくださってましたよね。ナイキ？ナイキ、ナイキっていうのはスポーツのメーカーのブランド名、ナイキ。ニケ、勝利の女神様。ナイキのロゴ。翼を意味してるらしいんですけども、私はもう一つ加えると、この小文字がこうです。これ大文字だ、まあ、N の小文字がこう V です。翼、その小文字から来てんのかな。まあちょっと私の試験ですけど、例えばここがオメガっていうのがあったりね、ここで O ってありますね、はい、O、 これギリシャ語でオミクロンっていう、 O のミクロン、小さい O です。ほんでこのオメガは目が大きい O がオメガです。ダジャレですね。いや本当の話です。ギリシャ語ですか。回りました、お願いします。はい、くっちゃん。
ギリシャ神話の千葉です。はい、参りました。お願いします。はい、こんにちは、千葉です。はい、お願いします。はい、こんにちは、千葉です。はい、千葉です。よろしく。完成だから、はい、これは今度のアーチ氏の神話講座その絵です。これはアマゾンの絵を描いてます。まだ仕上がってないんで、あんまりジロジロ見ないでください。すいません。